前回のあらすじ。現在のハジャクネ氏フルッカにより冥王の心臓に連れて行ってもらった小道一行。この冥王の心臓の敵がとにかく過去一強い。道中の敵でこんなに強いのにネルゲル大丈夫っていう感じだけど、もう戦うしかない。今回で最終回、最後まで楽しんでください。はい、皆さん、こんにちは。こみちんです。兄貴です。よしです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、行きますか、四の島に。はい、はい、はい。やっぱこの辺になってくると敵がすごく積極的にアタックしてきますね。うん、うん、そうだね。はい、まず捕まるもんな。はっ、ちょっと待って、冥王の玉座って書いてあるよ。もう、え、おあ、マジ本当来てる。やっぱ四の島が最後なんちゃう、これ。あ、そうなんや。行くか、玉座。冥王の心臓の奥へ行く。うん、行こう行こう行こう。 MP だけちょっと回復していきたいな。今日でクリアもあるか、これ。今日最終解説ありますね、これね。あるね、これ。うん、もしかしたら。もしかしてだけど、ね、我々も分かってねえでな。多分そうだから、小瓶を惜しまず使っとこう。うん、あ、そうだね。お、全開。さあ、ぶっ倒してやろうね。うん、分からしてやろう。おお、冥王の玉座やん。おお、入り口、玉座入り口。何や、玉座ってこういった先がだから玉座じゃない。もう玉座なの。うん、あそこのなんか青っぽいところなんだこれ。そういう名前のなんかスーパーありそうやな。そう、タマでですね。あ、そうか、スーパータマでタマで行こう。おっと、よし、揃いました。やってやるぜ、シェイ。ラストバトルか。出た、ネルゲル。おー、かっこいい。かっこいいんすよね。ようやくここまでたどり着いたか。待ちかねたぞ、エテーナの生き残りを。この冥王に己が魂を捧げるため自ら訪れるとは良い心がけよな。シントン、レイ。おい、いきなり。うん、破壊締めにされたよね。その冥府の爆鎖は死者たちの怨念で編まれたもの。うん、聖者には決して解くことはできぬ。おい、あ、やば、やーい、あかん。おい、なになになに、おっさ、なに、マリアが、なんだ、あ、オーガのコミチンが助けてくれた。なるほど、聖者じゃないから、こいつは。そういうことか。あ、なるほどね、なるほどね。あ、お前誰とか言ってごめん。わーい。話してくれた。ありがてえ。あ、すげえ。この鎖を生み出した死者たちの怨念は俺に任せてくれ。一緒にあの世まで連れてってやる。おお。あ、すごいじゃん。おお、うん。だからよ、あんたにはネルゲル退場を任せたぜ。必ずレンダーシアの封印を解いてくれ。おう。そして俺のなんか言いかけてたな。よもやレイコンが我に逆らい冥府の爆走され解き放つとは珍しいものを見せてもらった。だが貴様ごときがこの我を倒そうとは片腹痛い。うん、冥王とはあまねく死を滑るもの。そして生きとし生けるものは全て死からは逃れられぬのだ。うぃ、来るぞ。ついにか。来たか。ネルゲルバトル。おぉ。うん。
かっこいいなー。かっこいい。鎧もかっこいいね。敵ながら。まずはバズを。米下のも。中ナップやな。ライバックだ。ちょっと待って。ちょっと待って。やいばくだき、やいばくだき、やいばくだき。ちょっと左目が多い。ちょっと待って、スクルト。スクルト、ちょっと待って、やいばくだきが全然入らん。マジ？これやらなしゃあないよ。行ってかったな。あ、オレムス怪しい瞳、眠るよ。寝るよ。お、寝たよ。ツッコミツッコミ。ちょっと待ってね。え、全然やいばくだきが入らんで、これ、スクルトして、開けた？開けたな。あ、見上げしたけど。何しとんねん。よし、起こした。見上げなのに100とか食らうよ。やばない。え、ちょっと待って、勝てるかこれ。やばない。全然、やいばくだきは入らん。マジ？ちょっと待って。なんだ、ちょっと。あ、でも、アニキズ来たぞ、アニキズ。いて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 。食うんだ、食うんだ。痛い！終わり。よいしょ。あ、ダメだ。俺攻撃しん方がいいな、これ。ダメだ。もう僕はもう魔法。特技のチューナップで、もうゴレムスを。ひたすら強くしてやね。ヨシさんにルカなんしてくよ。え、マジ？スクルト使おう。あ、全然デバフ入んないこいつ。なんだろう。マジかよ。さすがだな。よし。よいしょ。蒼天魔山。呪文でもしてこんよね。マジックバリアいらんか。いや、今んとこそうですね。してこないですね。うん。普通に物理攻撃ばっかり。もう変身そうだな、なんかその。そうですね。やだーやだー、こっち来ないで、お願い。ああ、寝た。自分自身でできるんだ、これ。その第二形態がありますからね、こいつ。うん。アニキズやべえな、HP。あ、です。うん、回復します。あーっと、起きれない。私、起きれない。ザーッ！ちょっと、何？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 え、みんなバカした。え？魔法トラの衣がなんとかとか。え、何？どうしたの？どうしたの？どうしたの？指パッチン。はい。アークレームとベリアル。おい、ちょっと待って。いきなり強くなりすぎじゃねえ、ボスが。ちょっと待って。麻痺しとる、麻痺しとる。ああ、溶けた、溶けた。あ、溶けた、溶けた。特技。ああ、オッケー。だけど。ちょっと待って。見て治らんのかな、これ。これやばいな、めちゃくちゃ。ちょっと待ってな。ちょっと待ってな。ピオリ。ちょっとマジでさ。マジなんやってこれマジやな。どれから行く、どれから行く。あ、アークデーモン、アークデーモンからの B。 あ、 B もう死にそうですね。オッケーオッケー。うん、 B から行こう、 B から行こう。よっしゃー、倒した。よし、アークデーモン A、 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 イオナズムしてくるな、ベリアル。ジェイ、ベリアルでかいな。あ、いた。よし、やかん。わかった。じゃあちょっと待って。じゃあ道具、ちょっと待って。あ、いった。道具範囲化術で俺が回復するから。アリ、よしよしよし。蒼天魔山でのほらこれ使うぞ。マジバリ消費で、マジバリしたっけ。しない、はい、マジバリしない。ちょっと待って。イオナズムマジバリするわ。マジバリ倒した。ナイス。はい、マジバリ Thank you。 回復もした。 OK。 うん、何何、次は。とりあえず俺 MP 回復。これでもう一回戦うと。これであれかな、デバフ通るになったかな。なってねえな。ちょ、ヨシさんに怒っとる。ヨシさんに怒っとる。ロスタダック、ロスタダック。あー、やめろ。やめたねって、お前怒りが静まった。オッケーオッケー。忙しい本当だね。よし、あ、でも色変わったよ。いいマジ。ナイスナイスナイス。とりあえず回復、みんな。あの、ちょっと待って、俺に怒っとる。MP を。俺に怒っとる。ロスタタック。MP 回復。正解のもん、これやばい。あー、逃げて。ザイザイ、痛い。はい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 。うぅ。ヨシさんに魔性弾って。マジ？やめろって。やめろって。いって。アニキーズ、アニキーズ、ちょっと狙われとる、狙われとる。おー、アニキーズ。ちょっと待って、どっか、一回出せる、一回出せる、一回出せる。ちょっと待って、あ、大丈夫ですか。世界一の歯、世界一の歯で、はい、兄貴ズ、うん、いっけー。あー、ダンス危ねー、マジで危ノーマルじゃねー、これは。魔性弾、ゴレムスに魔性弾離れていてるまらやばいな、これ全然デバフ入らんし。うん、うん、よしさん、狙われとる。まあ、ちょっとザイお前ザイザイ
やめろ、今呪文中なんだ。間に合え、間に合え、呪文中なんだ。今話しとる、今話しとる。オッケーオッケー。兄貴に怒っとる。冥界の棒が来る。キャーイ、キャーカーッ。待って待って待って、ちょっと俺1、トビチ HP1 やって。ちょっと助けて、助けて。待って待って待って、特約層、特約層、特約層、トビチェーイ。マジ、ちょ待って、世界一のトビチに行く。チェーイ。大丈夫大丈夫大丈夫。痛くない痛くない。ほらほらほら、痛くない痛くない。あ、なんだ、夢か。夢夢夢。よしって、あ、オッケーオッケー。押す押す。じゃあスクルトかけ直そう。スクルトあれもかけたじゃない。俺さっき、そう、スクルト剥がれたやんけ。おし、タイミングバッチリや。よしよしよし。冥王の大釜。ちょっと待って、何、あかん、逃げろ。あ、大丈夫大丈夫大丈夫。よしよし。ピオリム、ピオリムかけた、ピオリムかけた。ナイスナイスナイス。もう一丁、もう一丁、もう一丁かける。あ、でも守備下がった、一回だけ入ってる。わ、めちゃめちゃ通る。おっしゃ、いけ、今だ。よしよしよし、畳みかけろ、畳みかけろ。奇跡的に一回だけ入ってる、タブドアリが。よっしゃ、今や、今がチャンスや。いった、よっしゃー、ナイス。うわー、めちゃくちゃ強かった。いやー、強っ。え、急に強くない。よし、ざまあ味噌汁やわ。ぐぬおー、バカな。エテーの生き残りごときが。早い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 。待望があるのだ。まだ負けられぬよ。あ、そっか。まだこれで終わりじゃねえのか。こっから本気出すんですよ。マジで、いや、ちょっと。大いなる闇の根源、我に力を与えたまえ。嘘やろ。あんま見たことないでしょ、ネルゲルの第二形態って。ないない、全く。まあ、ネルゲル自体初めてだからね。うん、うん、おー、なんか飛んできた。ドラクエのボスで言ったらやっぱ1回じゃ死なないですからね。まあそうだよね、そうだよね、うん、これ醍醐味ですね、やっぱ。そうだ、大体変身するわな、はい、いや、これいけるわ。大丈夫大丈夫かな、マジで。おっと、潰された。さあ、これでとりあえず手が超でかいっすね。ねえ、本当だね。何やこれ。これを手だけで、これ。マジで？バシャーってなってる。あ、なんかこう。おい、ザイ！ザイ！え？うわ、今、ザイ！ちょっと待ってよ、これは。え？嘘、嘘、無理だろ。おい、でかいでかい、でかすぎる。見よ、この強靭たる肉体を、この絶大なる魔力を。我は名獣王ネルゲル、すべての死を作り出し、すべ、うん、てを死に返せし者。すごいマッチョ。わい、やべえよこれは。これはやべえ、マジで。え、これ、今こそ力を貸しましょう。私の作り出せし、降臨の上を戦いの場としてしなさい。うん、あ、輪っかなんか作ってくるんですね。ここで戦いと、ミステルファー戦みたいですね、なんかね。本当だ。ああ、イレブン。うん、え、だって俺たちの、俺の大きさなんて鼻くそぐらいの大きさじゃない。そうでしょうねマジで。で、星ドラ的に言うと、うん、激しい炎とか闇のブレスとか結構してくるんで、あ、やべえ、バーハバーハすごく大事かもしれない。ほんとだね、うん、かけるかける。で、とりあえずピオリムで早くして兄貴。ちょっと待って、腕え、ちょっと待って。あ、そうなの。攻略法がわからん。とりあえずまず バフからやな。あ、ゴーレム出た寝た。まあ、あいつは寝かしといてもいいけど、ちょっと会いたい。あ、やべ、赤死ぬ。あい、ゴレムス。スクルトもいるな、これ。あれ、来る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 。やばいぞ、これ。ちょいちょいちょい。よー、腕びっくりした。近い近い近い。お、カメラ的にすごく顔が見えへん、ちょっと。ちょっと。ネルギルさんよ、ちょっと。チャブルさん、もう一丁。本当やね、本当。はい、YouTube っていうもの分かってない。分かってないこれ。YouTube 分かっとらんだ、それ。分かっとらんだ、これ。道具範囲果実で、とりあえず MP 皆さん回避。あ、でも右腕も落とせそう。ちょっと落とすか。マジ？早い早い。はい、ちょっと待って、とりあえず、もう、道具で。やばい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 。魔法の聖水。はい。で、小道。よし。全員に。そうですね。はい。雨がすげえ。ちょっと待って。やばいやばいやばい。みんな回復や。みんな回復や。右腕を切り落とす。
あれ、なんで兄貴に使うのやろこれ。どうぞ。あ、痛い。ちょっと離れすぎてるとかですか。あ、なるほど。ちょっと兄貴近くに。おっしゃ、右腕落としたぞ。ナイスナイス。ちょっと待って。で、左腕も落としたい。いいじゃん。よいしょ。うわー、兄貴。おいいねいいね。ありがとうございます。よいしょ。ひたすらかけるぞ。左腕も落とす。まずはそうですね。オッケー。呪文完全ガードをやって。マジで？マジ？呪文は効かんのか。呪文だから効かない。もう物理で、まあそもそもそうですからね。僕ら脳筋さ、そうやね、そうそう、脳筋さ、最初から、僕ら最初からそのつもりや。そう、脳筋図。よし、必殺開始位置を左腕にいけ。左腕落とせ。ナイス。落ちたんちゃう？落ちた。オッケー。パンもぐったりしとる。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。ぐったりしとるやん。あれ、俺何してんのこれ。オッケーオッケー。この状態でカブト割りをしたい。よいしょ。あ、攻撃入らん。全然食らわん、全然食らわん。ちょっと待って、俺攻撃に入るべきじゃないのこれ。うわー、160いって。ちょっと待って、マジでリムって入っとる。デバフ全然入らんね。うん、とりあえずマジックバリア入れとこうかな。何かのマヤテドス、マヤテドス来る。マヤテドス、マヨ、やばい、逃げて。マジバリ、みんな逃げて。ありがとう。そう、マジバリも言ったんやけど。ありがとう、ありがとう。入ってないよまだ。あー、すげえいいタイミングでマジバリ来ましたね今。んと、はい、荷上げします。荷上げした。したおー、とこ道危ない。あー、ほんとや。ちょっと頼むで。こいつ硬すぎひん？硬いね、むちゃくちゃ硬い。おい、痛い。150から食らう。ジャニマン回復を頼むぜ。あれだね、バイキルドとかバイションはないですもんね。ない。60つからしかない。いったっしょ。痛恨の一撃。いや、もう世界中の歯で生き返らせる。あ、回復、あ、復活した、復活した。回復を、回復したいね。 OKOKOK。 でもまだ、あ、MP が足りん。あ、ちょっと待って、ジャニオ。受けた、受けた。ちょっと待って、魔法のセス、ジャニオ。5件。特約層をヨシさんに。あー、センキュー。イオグランデ来るよ。イオグランデ、やばい。イオグランデ来る。ゾッザッゾッザッ。防御っていうコマンドが欲しい。あ、そうか、カバウがあるんか。なるほど、ちょっと待って。あ、イオグランデそんな大丈夫でしたね。オッケーで。ほんと？とりあえず色変わってきたから。これちょっと道具範囲化術。きつい。きついね、これ。あ、ゴーレムスザー。ゴーレムスがガラクタ。ちょっと待って、ゴーレムス、俺のゴーレムス。あ、世界史俳句、ゴーレムスがガラクタになった。あー、生き返れ、ゴーレムス。死にぶちついた。回復したて、回復したて。おたけび、はい、ちょっと待って、ドーンカオス、カオス。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、ちょっと近づいて、兄貴近づいて俺に。はい、道具範囲化術が効いてね。よしよしよし、あ、ちょっと待って、やべえ、回復しまだ。オッケー。応援も、あ、これ危ないよ。ついよ。ジェーン！よっしゃ。痛い。めちゃめちゃ焼かれたよ。めちゃめちゃ焼かれたわ。地獄の極刑みたいな名前の中。ねえ。めっちゃ痛かった今マジで。ジェーン！わーい。もうちょいやろうに。いってー。マヤデのスターに傷のとこに。マジ？これで回復しろ。もうそろそろ色がもうでもだいぶ濃いから。アニキーズ、ドルバドン、まずいよ。ドルバドン来るよ。やめろー。じゃあ兄貴、おわー、200。じゃあ兄貴、じゃあ兄貴、やばいよ。ちょ、やばい、回復しなかった。世界図、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 俺がやる、俺がやる。じゃあ特約をアニキーズにします。いいけ。あー、これはすごい。わしも死ぬ、わしも死ぬ、わしも死ぬって。わしも死ぬ。アイキズ、マラ、マラ。あー、痛い、死んだ。よっしゃ、痛い、痛い。ちょっと待って、ちょ、全員強い、全員生きてる状態で勝ちたい、勝つなら。そう、あ、よし、アイキズ、ちょっとマラを、あ、だーい、ちょっと待って。おー、ナイス、ゴレムス、ナイス、ゴレムス。いやー、あぶね、全員ちゃんと立った状態で。あぶね、マジで。それだけが最後。そうやね。
半分でゴリラ空気読まずにずっと殴っとるでさこいつ。そうやねあいつ。何考えてんねんこいつ。俺には制御できんねんあいつ。ギリギリやったな。あぶねマジで。あぶねマジで。これで倒したの本当に。はい、というわけで多分ここら辺からのね映像は使えないんですよ。はい、なるほど。なので、僕らのね、はい、第1章の、実況はここまでとなりますので。なるほど。なるほど、はい。まあでも最後ね倒すとこまで見せれたしね。はい。そうね。ここ以降のやつは面白かった。YouTube 上にねちょっとアップしてはいけないというルールがちょっとありますので。なるほど。ご理解ください。もしねここから先も見たいよっていう方がいらっしゃったら、ぜひそれは、ご自分でドラクエ10インストールしてですね。うん。遊んでみてください。そうだね。お願いします。で、こう第2章以降はまたちょっと、すぐやるか日を明けるか、まあ多分日を明けると思いますので、一旦ここまでとさせていただきます。はいので、ここまでね、最後までドラクエ10実況見ていただきどうもありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃ楽しかった。楽しかったね。ね3人でこうやってできるのは非常に新しいというか。初めて。そうだね。やっぱこう最後の戦い、ボスバトルとかも、ね、みんなでこう共闘しながら。そうですね。やわちゃわちゃして。1名空気読んでないやつだったけど。もっとゴレムス何しとるやつ。お前がとどめさせたらあかんし。びっくりしたね、あれは、ね。あわよくばご主人様のヨシさん死んだまま勝とうとしちゃったよ。本当に。何してくれとんねんと思って。本当やな、はい。そういうちょっと不足の事態もあったけど。色々ありましたけど。っていう感じで楽しかったよね、そうして、はい、僕らとしては非常に楽しい実況でしたので、うん、皆さんも ね満足してくれてたら嬉しいです、そうだね、はい、っていう感じで、うん、どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。僕らはこのエンディングねちょっと楽しみましょうか今から。そうやね、そうやね、はい